皆様こんにちは。今日はセリアでとっても可愛い編み物を購入してきたので購入品紹介をしていきたいと思います。買ってきたものはレトロ横丁シリーズといって懐かしいようなデザインの編み物になります。今発売されているものはほとんど全種類購入してきたので早速ご紹介していきます。まずはこちらのプチ袋になります。こちらは結構前に発売されていたものなんですけど買っていなかったのでこちらを買ってきました。で、このプチ袋はまた新しく可愛いデザインで発売されるみたいなのでとっても楽しみです。このペロペロキャンディー良い子が大好き。なかなか減らない不思議なアメちゃん。こちらは10枚入りです。そしてボーロちゃん、カルシウムたっぷり、優しいママの味。元気もりもり広がる美味しさ、ちょっぴり幸せ。チューインガム、プーッと膨らむ楽しいおやつ。僕のが一番。ここからは新作商品になるんですけど、こちらのデザインペーパーミニサイズを購入しました。100枚入っています。こちらですね、フルーツドロップ、いちご牛乳、メロンソーダ、プリン、こちらの4種類入っています。ストック分と合わせて3つ今回買ってきたのでたくさん使いたいと思います。こちらの大きいサイズのデザインペーパーも買ってきました。こちらは先ほどと色は同じなんですけど柄が違くてまたまた楽しめるデザインになっています。こちらは48枚入っています。キャラメルとチューインガム、ボーロちゃん、ペロペロキャンディー、先ほど紹介したプチ袋と同じデザインになっています。私はポチ袋とかちょっとハンドメイドに使っていきたいなと思っています。こちらもストック分を買ってきました。ブックメモを4種類買ってきました。これも本当に可愛くてこんな感じのとっても可愛いメモ帳になってます。
このメモ帳は探しても結構どこのお店も売り切れだったんですけど、主人が探してくれてストックまでたくさん買ってきてくれたのでストックがあります。そしてこちらです。こちらも主人が買ってきてくれたんですけど、このペロペロキャンディーとこのチューインガム、そしてボーロちゃん、キャラメルがあります。またまたストックをたくさん買ってきてくれました。そしてこちらのポチ袋もあったのでこちら買ってきました。これはちょっとこれだけ2個あったんですけど、ほとんど脱水位置で僕は買えなかったです。不思議とよく聞くあと少し頑張れる薬、不思議とよく聞く会いたくなる薬、不思議とよく聞く笑顔になる薬、不思議とよく聞くほっとする薬、服薬のプチ袋になるんですけど、ほっこりするプチ袋でとってもお気に入りました。そしてこちらのマスキングシール、このとっても可愛い種類が出ていたので思わずてしまいました。このシールシリーズはすごく好きなので、レトロ横丁が出ていてとっても嬉しかったです。結構たくさん枚数が入っているのですごくお得でとっても使いやすいです。はこんな感じのとっても可愛いシールになっています。こちらの丸いポイントシールもありました。この丸いのとこの横長のもの2種類今回出ているみたいです。で、こちらのシールになります。レトロかわいいアニマルたち、ステッカーですね。コラージュとかに使ったらとてもかわいいかなと思ってこれを買ってみました。そして次で最後になるんですけど、このミニお絵かき帳になります。これも種類が4つほどあったんですけど、そんなにお絵かき帳は使わないかなと思ってこちらの種類だけ買ってきました。こちらは普通に中が真っ白なものなんですけど、マステ帳に使いたいなと思っています。
今回ご紹介するのはこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。